やもうこれは本当に止まらんすよ、マジで。こんにちは、燻製職人服部です。今日の燻製レシピはアイガモの燻製です。アイガモといえば定番燻製食材の一つで、よくもも肉を燻製するんですが、今回は丸鶏を燻製してみたいと思います。材料です。アイガモ丸鶏 1.6kg を使います。塩漬け材料です。塩 80g、 三温糖 40g、 黒胡椒 15g、 ミックスハーブ 5g をよく混ぜます。塩漬けです。先ほど作ったミックスソルトをアイガモに吸い込みます。中もしっかり吸い込みます。全体にすり込んだら、ジップロックに入れて空気をなるべく抜いてロック、冷蔵庫で3日寝かせます。3日後です。だいぶ脱水ができています。塩抜きです。表面を洗い流してから水を入れ替えて1時間ほど塩抜きをします。1時間後です。塩抜き終了です。水気を拭き取ります。紐で縛ります。縛ることで形を整えます。熱乾燥工程です。まずチップを入れないで70度2時間乾燥をします。ここでワンポイント、もう少し高さが欲しいなというときは割り箸等をかましてクリアランスを作れば OK です。レシピに戻ります。2時間後です。軽く焼き色がついた感じでうまく熱乾燥がいきました。燻製工程です。チップを3握りほど入れて合鴨を再びセットして80度2時間燻製をします。2時間後です。これはいい感じにいぶせました。
1日後です。燻製後は冷蔵庫で1日寝かせたら合鴨の燻製完成です。食べ方はいろいろありますが、一人で食べるなら食べたい部位を食べる量だけカットして、あとは冷蔵庫で保存するのがおすすめです。こうやって生ハムみたいにスライスしていくのもいいかなと思います。それではようやく晩酌タイムです。あー、めっちゃいい香りしますよこれ。いや、うまそうです。では、いただきます。いやー、アイガモは燻製と相性抜群ですね、これ。いや、本当に、なんかね、こう噛めば噛むほどこの口の中でクンカが広がってくっていうか、うわー、これは、いやー、うまい。うん、このやっぱり、アイガモってなんか、もも肉とか、まあ、胸肉とか、結構あの部位単体で燻製することが多いと思うんですけど、この丸、この丸鶏でやるっていうのは、ほんといろんな部位がこう食べれてめちゃくちゃいいと思います。今日も美味しかったっすね。アレクサ、何時？午前0時17分です。今日はまだ早いんで、もうちょっと飲んでから寝ます。今日も一日お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。